バー選手がビフォード選手ということになりますね、はい、マッチアップとしては。ウィリアムス、アンドへ、アンド、エワーン、菅原対アンド、菅原、やり返しました、エワン、金丸がスクリーナーになって、金丸へ、さあ、金丸、ポストプレー、金丸決めた、はい、金丸、スリーポイント、落ちた。うん、トラビスが拾ってビュフォードスリーポイント、ビュフォード決まった。これはもう島根らしいですよね、うん、今度安藤菅原を抜いて決めた、うん、2点です。入りが変わったか、でもその後すぐチェンジングで、はい、下がっていって、はい、安藤スリーポイント決めた、すごい、うん、センバース、ここはウィリアムス、あ、ボールは群馬です、群センバースリーポイント、これは決めた、これはいきなりプレッシャ ー、 うわー、奪った、狙った、すごい、うわ、これはもう12秒、はい、フェナルコーチがすごい、そしてニック系叩き込んだ、7秒まだある、うわ、奪った、ニック系、ニック系前、ここはイージーでした、ニック系のダンク、平浜、金丸、スリーポイント、うわ、決めた、あの一瞬の、ビュフォード、ボールよく動いてますよね、島根の方がね、はい、ビュフォード浮かせて、ウィリアムスで、阿部、小坂、スリーポイント、ここは右にずれたが、ウィリアムス、ニカ、オフェンスリバウンド、そしてダンクです、ショットクロックが2秒、菅原、落ちて、八村、野本が拾って、野本が決めた、エワー、杉本へ、杉本、ベースラインドライブ、決めた、あ、彼の得点選手が出始めましたね、そうですね、ニッカ、ウィリアムス・ニカ、北川からウィリアムス・ニカへ、素晴らしい、北川選手のドライブが上がった、ニッカは1人で決めて、山下スリーポイント決めた、スリーポイントです、今季初、残りは間もなく1分、あっとここも山下、後藤決めた、山下スティールからでした。いや、ベンチ選手もしっかりと持ち味を発揮したという島根、もちろん群馬若手のいいニュースもゲーム終盤にはあったという中での両チームの戦いでした。